はい、皆さんこんにちは。新海誠ガチ勢のオンデマンドだ。いよいよ来月11日に最新作スズメの戸締まりが公開される。ということで今回は君の名はで一躍有名になった新海誠監督作品を神作とクソ作に分けながらレビューしていく。彼ほど作品によって評価が極端に分かれる監督も珍しい。私の評価も完全に真っ二つに割れている。それも含めて楽しんでくれ。一作品2分くらいで簡単にレビューしていくが、ネタバレは避けるので安心して最後まで見てほしい。またみんなが好きな新海誠作品についてぜひコメント欄で聞かせてくれ。よろしくな。先に新海誠作品の特徴について少し話しておこう。彼の作品は3つの要素で成り立っている。要素1は男女の距離だ。心の距離だったり物理的な距離だったりするわけだが、全ての作品でこれは描かれている。要素2は世界系ということだ。要素1の男女の距離によって世界がどう変化していくか、これが作品の評価に大きく関係してくる。要素3は美しい背景だ。新海誠作品といえばこれと言っていいだろう。3つの要素がバランスよく描かれた映画は神作品だし、バランスが悪いとクソ作品になるのが新海誠の特徴だ。それでは公開順にレビューしていこう。まずは2002年公開作品、星の声だ。この作品は神作品だ。新海誠の劇場公開デビュー作であり、音楽以外のほとんどの作業を一人でしたことで有名だ。キャッチコピーは、私たちは多分宇宙と地上に引き裂かれる恋人の最初の世代だ。くぇー、難しくなるコピーだよな。間違いない、この頃の新海は童貞だ。どんな話かというと、引き裂かれた恋人の物理的な距離を携帯電話のメールで表現している宇宙ロボバトル作品だ。離れたくない二人の距離が世界の変化で引き裂かれていく。そんな切なさが癖になる。一人で作ったがゆえの荒い人物描写とロボバトルの美しさが作品そのものを表しているようで面白い。男女の距離、世界、背景描写のバランスが良く、20分の短編でありながら DVD は10万枚以上売れたカルト的人気すらある作品だ。ぜひチェックしてみてくれ。次は2004年公開の雲の向こう、約束の場所だ。この作品はクソだ。好きな人はごめんな。興行収入は5000万円。キャッチコピーは、あの遠い日に僕たちは叶えられない約束をした。クソ長いキャッチコピー打ってる間は童貞だな。どんな話かというと、昔好きだった女を助けると大戦争の引き金になるけど、世界より女の方が大切だから俺たちはやるぜって話だ。初めての長編作品ってこともあり、展開と設定に違和感が多かった。ユニオンとか平行宇宙とSF 設定を飲み込めないうちにどんどん話が進んでしまうので、視聴者置いてきぼりの典型的なパターンだと言える。男女の関係が世界に与える影響が大きすぎてバランスが悪いんだ。ただし背景描写は長編でありながらめちゃくちゃ丁寧で、ここは評価したいポイントだ。新海作品は設定を盛りすぎるとつまらなくなる。きっと本人もこの反省を生かし自作につなげたことだろう。次は2007年公開の秒速5センチメートルだ。この作品は神だ。紛れもない神。興行収入は1億円と見栄えのいいものになっている。キャッチコピーは、どれほどの速さで生きれば君にまた会えるのか。ここまで見たみんなならもうわかるよな。新海はまだ童貞だ。この作品について私は思い入れがありすぎてな。新海誠は俺、オンデマンドなんだと考えていた時期があるほどだ。機会があれば詳しく語るとしよう。どんな話かというと、片思いをこじらせたイケメンが他の女を泣かせながら過去の女と決着をつけたかもしれない作品だ。
今までの作品では宇宙で戦ったり戦争するギリギリの状態だったりと世界はとんでもないことになっていたが、今作は違う。男女の距離に対して世界は等身大なんだ。何か事件が起きるわけでもとんでもない展開があるわけでもない。だからこそ抜群のタイミングでぶち込まれる超美麗な背景描写が効果的に作用しており、等身大の世界がそれ以上に美しく見える。3つの要素が完璧に噛み合っているバランスの良い作品だ。全日本人におすすめしておこう。さあここから後半戦だ。これまでの内容でお分かりのように新海誠作品は SF 設定を増やせば増やすほどつまらなくなる特徴がある。秒速 5cm の等身大のストーリーと美しい背景描写で知名度をぐっと上げた新海誠監督、そんな彼が次に作った作品を見てみよう。さあ次は2011年公開の星を追う子供だ。やっちまったな、この作品はクソだ。なんだろうな、そこそこのクソって評価が正解だろう。興行収入は2000万円と新海作品唯一の赤字だそうだ。キャッチコピーは、それはさよならを言うための旅。短くなったな。どうした新海、彼女でもできたか。どんな作品かというと、ちょっと知り合った男が気になって異世界に旅に出た女の子がそこそこえぐい目に遭って帰ってくるって話だ。ラピュタやナウシカなど明らかなジブリ作品オマージュが多く、評価はあまり高くない。まあそれ以前に物語がとっちらかってるのが問題なんだかな。死後の世界とか謎の石クラビスとか世界の果てフィニステラとか、よくわからない SF 設定が盛りだくさんで、2作目の雲の向こう約束の場所と同じ過ちを繰り返している。前作秒速 5cm で名を挙げた新海誠が大衆向けにジブリを意識して作った作品がこれだ。ちなみにジブリを意識したってのは本人が言ってるから間違いない。男女の距離の変化が少ない割に世界が意味不明すぎてバランスが悪い作品だ。やはり新海作品の世界は等身大であるべきだと再認識できる。次は2013年公開の琴の葉の庭だ。興行収入は1億5000万、かっこ多分だ。最上映の分が入っているので多分と付け加えておいた。この作品は神だ、私にとってはな。キャッチコピーは、愛よりも昔、恋の物語だとさ。おいおい新海、短いのはいいけど恋ってなんだよ、おしゃれか。ちなみに関係ないとは思うが、さだまさしがこんなアルバムを出すらしいから一応お伝えしておこう。どんな話かというと、メンタル病んだ先生が男子高校生と癖の強いイチャつき方をする話だ。いや本当にそんな話なんだ。この作品は登場人物の心理描写を動きや行動、あるいは雨の表現で表しており、見る人によっては心理描写が足りない、感情の動きが分かりにくいとも言われている。ただ私としてはメンタル病んでいる女性や思春期の男子高校生なんかそんなもんじゃないって思えるんだよな。ここは個人によって意見が分かれるところだろう。男女の距離とそれぞれの世界、そしてパーフェクトタイミングでぶち込まれる背景描写によって、映画作品ってよりはもはや芸術作品に近いとすら思える作品だ。私はこれを見た時、宮崎吾郎が国立小坂からを作った時と同じ感情を抱いた。そうそう、これでいいんだよ、等身大でいいんだよ新海ってな。さあここまで見てくれてありがとう。残るはあと2作品だ。最後まで駆け抜けていくぜ。次は2016年公開の君の名はだ。この作品はまあ神作品と言っていいだろう。興行収入は驚異の250億、日本映画ランキングで鬼滅の刃、千と千尋に続いて第3位にランクインしている。ブームになったことも記憶に新しいことだろう。キャッチコピーは、まだ会ったことのない君を探しているだ。新海、何とは言わないが卒業おめでとう。さてこの作品を一言で言うならば、イケメン美少女が入れ替わりながら村を救ったついでにマッチングするって話だ。新海誠を構成する3つの要素、男女の距離とそれによる世界の変化、そして背景描写のバランスが完璧だと言っていい。ただしこの作品は新海誠の溢れる才能を周りのスタッフが綺麗に整えたものだと私は考えている。スタッフに千と千尋やもののけ姫で作画監督をした安藤正史、
音楽にラッドウィンプス、明らかに力の入れようがこれまでと違うんだ。宣伝もすごかったよな。売れるべくして売れた作品だと言える。いい意味でな。新海作品の3つの要素に加えてラッドの音楽も合わさったてんこ盛りの作品だ。みんなにぜひもう一度君の名はを見てほしい。なんかだるくなってきたなーってタイミングでラッドの歌が挿入されていることに気づくはずだ。さあ、このてんこ盛り感は自作でマイナス要素になってしまう。天気の子大好きな人多いと思うから先に言っておく。ここから閲覧注意な。さあ、ラストは2019年公開の天気の子だ。この作品はクソだ。好きな人はごめんな。興行収入は142億円だ。コロナがなければもう少し伸びていたように思う。キャッチコピーは、これは僕と彼女だけが知っている世界の秘密についての物語だ。おい新海、題名の長いラノベでも読んだか。この作品を一言で言うなら、超能力者の美少女が拳銃を所持し、ダメな大人がバックについている少年に助けられ、世界と私たちの二択問題でファイナルアンサーをするって話だ。なんだろうな、新海誠って男は前作の評判がいいとすぐ SF をやりたがるんだよな。本人がやりたいならしょうがないのだが、向いてるようには思えないな。君の名は、これから起きる世界の問題を二人で解決するってことで応援できるストーリーだった。対して天気の子は、SF 設定と主人公の行動に共感できないので、応援する気になれないんだよな。特に気になったのは、主人公が常に拳銃を所持している点だ。これはシンプルに危ない。あとクソな要素は、これまでいいタイミングで挿入されていた背景描写が多すぎてくどいことと、協賛スポンサーが増えすぎて、いちいち商品やら店舗やらがピックアップして映るので気が散るってところだ。等身大の新海、帰ってきてくれ。さあ最後に、2022年公開のスズメの戸締まりについてだ。ここまで見てくれた人ならお分かりだろう。新海誠にゴリゴリのファンタジーは向いていない。なぜなら、男女の距離、世界、背景の3要素のバランスが崩れやすくなるからだ。スズメの戸締まりの予告動画を見ると、どうもファンタジー要素満載なんだよな。不安で不安でしょうがないが、ここで一皮むければ、新海誠は最強の監督になれるからな。公開まで期待しておこう。今回の動画は以上だ。少しでもいいねと思ったら高評価、まだの方はチャンネル登録をぜひよろしく頼む。それでは最後まで見てくれてありがとう。バイバイ。